吉田さん、フェラーリね、フェラーリ3500万でしたっけね。まあだいたいそれにいろいろ込みで4000万ぐらいだと思うんですよ、乗り出しが。それから毎月の維持費がおそらく十数万から20万前後かかるんではないかなと思いますけどね。まあでも年間でフェラーリ2、300万ってとこですか。まあ多分もう車両の代金払っちゃったら、まあ毎月20万もかかんないかな、10万弱ってとこですかね。まあけどバッテリーがよく行かれると思うんで、やっぱり毎月20万って考えた方がいいのかもしれません。まあフェラーリね、やっぱりこう自分が実際に身近で見て触って、まあ、乗って体験してみると、あ、なるほどなと、確かにこれは憧れる車ではあるなと思うんですが、実際に買えるお金が貯まってみたらね、あ、でもまあ買えるけどいらないな、じゃあ一体自分は何が欲しいのかな、車で言ったら、あ、これかと出会ったのがやっぱりナイト2000だったですね。で、今ナイト2000毎日メンテナンスしてカチャカチャいじってるんですけども、乗ることはほとんどないです。乗ってるのはセルシオなんですよ。だから乗るのはセルシオが一番私は好きなんだなと思いましたね。今までももう10台ぐらい乗り換えてきたのがセルシオだったと思いますしね。で、ベルファイアも乗り心地はいいんですけども、まあヤマト君とあとは大荷物、家族旅行、このくらいでもう本当にね、用途として使ってるだけですね。だから自分の満足度を高めるためには、まあ普段セルシオ、そして一人で乗るときはトランザム、キッドと会話をしながら、テレビドラマに出たようにね、そういうふうに喋ってます。まあ、お金があるとこういう暮らしがあるんだなと。しかも何かを我慢しながら、これじゃないですからね、家も一括で買ってしまったんで、もうあとは修理代だけですしね、補修費だけ。最近ね、庭を改造してね、全部ね、木を切ってしまおうかなと思って順番に切ってるんですよ。そしたらチェーンソーがいるんで、チェーンソーを買ったんですけども、まあ1台目のチェーンソーはあまりにも使いすぎてもう壊れてしまってですね、2台目を買ったんですよね。躊躇なく買いました。ジュイーンって言うからね、楽しい。で、花壇を潰して、で、フェンスを買ってですね、で、庭中をヤマト君を走らせてるんですけども、フェンスがあるから道路にも出ないし、まあいい感じで庭も使えてるなっていうところなんですよね。まあそういうふうに家にしても車にしても家族にしても、まあいろいろとね、お金があるからこそ安心してできることがあるし、同時に時間もあるなというところなんですよ。で、いつの間にかこんな暮らしになってしまったんですけども、お金と時間の心配がないと、あ、こういうふうな人生自分は描きたかったんだなと思ったんですね。で、今起きて寝床を出てきたわけですけども、まあ、私が寝るときは8時ぐらいにね、まあ、ヤマト君と一緒に寝るんですけども、最初はヤマト君もね、じゃれてるんですけども、そのうちに私の体にピタッとくっついて寝息を立て始めるんですね。で、私もそれから寝るんですけども、そうすると今度ね、まあ、奥さんがね、こう寝室に入ってきて、まあ、私のいる布団の中にこう入ってくるわけですよね。で、やっぱり同じようにこっちに大和くん、こっちに奥さんみたいな感じで、まあ、私の体にピタッとくっついてね、寝るんですけどもね。そうすると気がつくと12時過ぎて1時ぐらいになってきたんで、残念ながら2人を置いて、私はね、こうやってムクムクと起き出して、まあ寝起きのココアから整え始めるんですけども、こっから朝7時ぐらいまでが、もう私のね、マイライフですね。いろんな趣味をやったりとか、 DVD を見たりね、ジャパネット高田のカタログを見たりとか、それから最近届いたのがこれです。もうね、懐かしの、もう毎日買ってますね、新しい DVD を。無限軌道 SSX というね、キャプテンハーロックの番外編みたいな非常に珍しいアニメなんですよ。我が青春のアルカディアシリーズ、まあ、これをメルカリで買いまして、まあ躊躇なくポチりますね。値引きもせずに。時間のがもったいないんで、もう価格がついたらメッセージのやり手もなく購入みたいなのをしてね。で、今度ね、懐かしの光源氏の CD を一式買ってみたんですよ。で、光源氏の CD ってなんかすごくね、今ね、ないんですね、市場に。それ以上に男組の CD もないということで、私は結構
光源氏も男組も持ってるんで、うん、なんかね全然お金に困ってもないんで売らないですけども、ただ私のね CD の資産価値ってのはいつの間にかね上がってるなと思いますよね。一時期は二束三文だったあの CD が今は高値をつけてるというね、そんなことがあるんですね。 CD1 枚1万円前後になってるみたいなんですよ。いやーなかなか面白い瞬間だなと思います、うん、まあこういうふうに自分の人生を隅から隅まで楽しめるのもお金があるから、そしてせっかく買った DVD とか車もね時間がなければ楽しめないですよね。家族、人間関係もそうです。時間がなければ楽しめない。今ね本当にね両方ともあるんで青春がやってきたみたいな感じです。まさに私が中学生、高校生の頃欲しかったものとか思い描いてたものが今ね充実してるような感じですよね。まあそこにフェラーリはないわけなんですけども、でも本当にビジネスのおかげで私こういう風になれたし、今はねビジネスをある程度抑えても金利や利回りが入ってきてうまくいってるなと。でその間に暇な時間でいろいろリサーチして購入したものまで価値を帯びてくるっていうね、この嬉しさがあるかなっていうところでございます。で今ねちょっと話変わると、ガソリンの価格がどん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 値段上がってきて、このまんま10倍ぐらいになるんじゃないかなっていうような説を出してる人もいるんですよ。というのがね、昔のこと、私が生まれた年オイルショックっていうのがあったんですけども、それまで原油価格って、1バレル2ドルだったんですよね。でもオイルショックによって10倍になったんですよ本当に歴史上。でそれで1バレル20ドルになって、それからここ10年20年は1バレル60ドルから70ドル、時によって100ドルを超えたんですけども、でも今は60ドル70ドルから100ドルに向かってるんですよね。で100ドルってのは今までもなったことが何回かあったんですけども、これがですね、1バレル60、70ドルで安定したのがなんか500ドルぐらいになるんじゃないかなと、まさに10倍近くなるわけなんですよね。さあそうなった時にね、多分私はね同じように車乗れると思うんですよ。でも世の中のガソリン代が急騰すると食品も上がるしね、いろんな物流費も上がる、通販の代金も上がる、いろんなものが値段上がると思うんですよ。その時に私たちはどんな暮らしになるのかなと、でも稼げれば自分の商品を例えばね、今まで平均単価10万円で売ってる人がいるとしたら、平均単価100万円にすればなんとかしのいでいけるなと思ったり、じゃあ今ね年収が2000万の人は感覚的には年収が200万になるようなものなんですよね、物価が10倍になると。まあでもなんとかやっていけるなと。でも逆にですね、今年収が200万300万の人はそういったガソリンの急騰によって自分の所得が相対的に10分の1になったら年収20万とか30万みたいな世界になっちゃうんですよね。だからやっぱり金を稼ぐ手段っていうのは何としても手に入れないといけないし、1分1秒を惜しんで稼ぐことにフォーカスしないといけないなと感じる、そんな一日でございました。以上です。いってらっしゃい。